でとうございます。みなさん、こんばんは。はい、こんばんは。こっちゃやっちゃった、やっちゃったね、やっちゃいました。いいよ、やっちゃった。せーので、こんちゃ。はい、こんちゃ。はい、やってみんな、せーので、こんちゃ。あざーす、あざーす。はい、ということで、はい、私たちミルクミールです。よろしくお願いします。今日は一段と長いですね、お辞儀が。角度もこんな感じ、逆さまにしたレみたいな。はい、ってことでミルクミール一人一人自己紹介していきたいと思います。まずレイナー。はい、今日は赤の衣装を着ています。でもパニエは今日水色です。ということで、水色と赤の担当です。はい、レイナー氏こと岩崎レイナです。よろしくお願いします。イエーイ。こっちゃ。はい、特に担当の色ありません。アリンコ、あ、今日紫、今日は紫。昨日はピンク。昨日はピンク。昨日何してたか分かんないけど。昨日バイトだわ。はい。ということで、あ、ということで。あ、違う違う、名前。ということでっていう名前になるよ。アーリンまでしてて。なんだっけ。あ、モナカメユことアーリンです。よろしくお願いします。どういうこと？ねえ、モナカメユことアーリンってどういうこと？社長こと、モナカ。社長か。いつも。いや、ちょっとさ、わけわかんないのさ。社長だし、モナカメユだし、アーリン。はっきりしよう。あなたの名前は何なの？まあ、一応アーリン。え、一応アーリンでございます。アーリン、社長ことアーリンですね。社長ことアーリンだね。社長ことアーリン。モナカメユは消え去った。ごめんなさい。ここで、お知らせがございます。モナカメユはいません。去りました。お願いします。どっか行っちゃった。そう、何より今日ですね、あ、お久しぶりのユニフェスです。イエーイ。で、あのね、ちょっといろんな演者さんのね、歌をここで聴いてたわけよね。そしたらさ、ずっとね、相方がこう手を見てるわけ。何してるんだろうって思うじゃん。で、手相でも見て、あ、未来を見てるのかなって思うんですよ。ね、聞いて、今日ね、手汗がひどいのって。いや、そしたらね、ここの照明で分かる通り、すっごい手がね、やばいの、みんな見て、これ。いや、見える、手がマジでやばいの、本当に。本当にびしょびしょじゃん。今日びしょびしょ。なん、びしょ。いや、代謝いいのさ。今日どうしたのさ。いつもレイナの方がさ、前髪、そう、前髪びっちょり、バーコードになるね。そう、バーコードになるんだけど。すごいなさ。すごいですね。はい、ちょっと何その顔。ちょっと出てきそうやな。ライブ中に出てきそうでさ。うちはね、ライブ前に最近ご飯食べるのにハマってて。ハマってる。ハマってるでしょ。人間としてライブの方がいいですね。まあ、ライブ前に普通食べないんですけど、お腹痛くなるし、なんかちょっとやばいからね。他の演者さんはね。そう。でもうちら食べちゃうんだよね。そうそう、食欲に。みんなさ、知ってる通りチーナっているじゃないですか。赤色のね。はいはいはい、チーナはこの前、あのね、ライブ一緒になった時に、うん、なんか差し入れあったんだよね。あ、そう、ゆめワールドさんが。そうで、ゆめちゃんのお母さんがね、これ食べてくださいみたいな。ロールケーキ。あ、すいません、あのライブ終わった後に食べさせていただきますって言ったんですけど、うちら食べます、ありがとうございますって言って食べました。あの、多分ね、人数分しかなかったの。2種類ロールケーキがあって、で、多分ね、2個ずつあったんだけど、ちょっとね、知らないうちに3個とか食べて、食べないのって言ってね。うち、なんか結構差し入れとか、なんかみんな、あの他の演者さんとかね、あのライブ中にちょっと声出なくなるとかなんですけど、私たち食べちゃうんですよね。そう、この前のね、ライブでもね、ちょっとね、お弁当食べ過ぎてね。ユメワールドさんの近くにベントスってあるんだよ。そうこのお弁当気になっちゃって、そう、ね、ライブ中口からカレーの匂いがわーする。ほんとね、もうミンティア食えよって話なんですけどね。スースーするのがちょっと、ね、今日餃子食べようとしたからね。そうみんな餃子の温床はそれはさすがにちょっとだと思う。みんな餃子の温床はいいと思うよ。美味しい。そう、ジャストサイズで強風ダレの、あ、強風ダレのじゃないわ、うん、なんだっけ、天津飯。そう、天津飯の強風ダレとユリンチ食べたんだけど、すごい美味しかったし、あとあの、うん、マックのね、チョコ、サムカチョコパイを食べたんですよ。今年初、イエーイ。みんな知ってる？美味しいよ、三角チョコパイ。めっちゃ美味しい。三角チョコパイ、黒食べて白食べました。美味しかったです。天使だからね。は？性格は真っ黒だから、みんな覚えておいて。
ひどくない？モナカ目、あ、モナカ目は消え去ったんだ。モナカ目は黒かったかもしれない。モナカ目は黒かったかもしれないね。そうそう、白くなりました。じゃあアーリーは白かったのかな。はい、純白。帰ってきました。帰ってきました、アーリー。みんなただいまって言ってあげて。ただいま、あ、え、おかえりじゃない。ただいま、おかえり。ありがとう。で、今日もね、ちょっと面白い動画が上がるかもしれませんので、皆さんにツイッターの方をね、あの岩崎ツーチョンにしていただければ嬉しいので、やだよ、お願いしますね。絶対面白いよね。うん、面白い、絶対面白い。後悔させない、後悔させません。見るまでは、本当に、はい、本当だよ、嘘はつかないよ。っていうことで、今日のね、みなの週、オタクの週よ、はい、今日はみんな盛り上がるでね。私は影からね、おそ松さんが揃ってるのかと思って見ていたよ。おおおおおそ松さん好き？みんな好きじゃない。知らない人、本当に見てない。そうそう、みんな、みんな何が好き？リゼロ。みんなミスドが好きだって。あ、嬉しい、ありがとう。ってことラーメンラーメンとミスドどっちが好き？ミスド。ラーメン。ありがとう。ミスドはね、あの今日からね、ビッグドーナツっていうものが始まったのでね、皆さんぜひね。今日すごい MC 長いね。そう、今日は MC 長いね。楽しい。やれー、そうしてるのに。みんなミスド、ミスドを食べて。今日止まんないね。今日止まんない。いつもすぐ行くのにね。止まんない、今日喋りたい。価格改定したので、皆さんミスタードーナツ価格改定しました。今月最後だからライブ。あ、喋りたい。そうそうそう、喋りたいの。そう、物販も絶対もうマシンガンと、ね、来てね、ルルルって。そうそうそう、この前はね、ゆめちゃんが、すごい巻き舌ルルルルル。これだってさ、ボーカルレッスンでやれって言われたじゃん。できません。ララミさんが、ね、ララミさんが ルルルルルル。そう、できないの。ルルルルルルル。すごい、みんなできる？できる、できる。やってよ、せーの。ということでやりますか。ごめんね、本当に押しそうな、押してるんだ。押してる、押してます。すっげえ押してるんだよね。そう、それでは次の曲いきましょうか。おお、なんだっけ。次の曲は。はい。笑ってみようか。ハハハハハリリップだよ。踊ったよ。ね、踊ったのか。そう、弾けない振り。え、ちゃんとやってるからね。ドド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 見てね、練習をしてたんですけどね。一回も練習してないの。その店長がね、すっごいの。北海道で一番ドーナツを作るのがすごいうまいの。おめでとう。ありがとう、みんな。レーナは？レーナ？レーナはエンゼルクリームとカスタードクリームを爆発させるの？こうやってこれ、そう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 。何個もね、本当試してても、うちオープニング入ってたことあるの。ね、その時にね、得意の待って、これだけ話して、エンゼルクリームをね、こう入れなきゃいけないの、ショーケースにね、うん、なのにね、入れ方が悪かったからね、エンゼルクリーム30個くらいババババってやっちゃったの。それでしゃがんだのかと思った。ケース、ショーケースに入れたのね。そうそうそう、ハレンチだった。ハレンチだった。今年一ハレンチだった。今年一ハレンチな岩崎を見てしまった。みんなツイッターで叩かないでね。叩かないで。はい、ということで、それではそろそろ曲に行きましょう。はい、はい、皆さん盛り上がってください。それでは聴いてください。ウルトラスーパーの恋でもいいんじゃない。
ライブの告知しまーす。イエーイ。どこのから声が出たの今。イエーイ。はい、ということで今日がまあ11月で最後だったんですけど、12月の最初がなんと3週間ほど時間が空いてしまいます。どうして、どうしてか教えてあげようか。うん、オファーが来てないんですよ。オファーが来てないんですよ、皆さん。どうも。どういうことか分かりますか、皆さん。申し訳ございません。ミルクメール最近ですね、土下座を簡単に安売りするという技を覚えましたので、はい。ということで、12月の告知しますか。12月の、はい。12月の告知って言っても1個しかないよね、確か。あれ2つ。あ、2つ。はい、ということで、12月一番最初のライブがですね、12月11日に私、ミルクミール、はい、苗の木プロジェクトに出演させていただきます。イエイ。ありがとうございます。ありがとうございます。
そしてあとそちらは、ハロープロジェクトハロープロ縛りということで私たち前代未聞の企画に出演させていただきます。私たちハロプロの曲一曲もやったことございません。はい、私たちモモクロいやスターダストで生きてきた人間です。そうです、そうでございます。そうですね、そうでございます。スターダストのスターダストですので、私たちスターダストで生きてきた人間ですので、ハロプロはちょっと程遠い方々なんですけども、まあ私たちの過去の先輩には何曲かやっていた先輩方がいましたので、そちらの動画を見て私たち全力で頑張らさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。そうですね、なんとそこのステージはドゥルルルルルン、どうぞ、スペースアートスタジオでございます。イエーイ。そう、終わっ、なんだっけなんだっけなんだっけ、終わって始まったスペースアートで私たちを応援させていただきます。気になる方は皆さんウィキペディアで岩崎レイナと検索してください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。自称ネタというのを覚えたので皆さん最近ね、はい、そうして12月16日でしたかな、はい、夢ワールドさんにて言ったの言われた、いいよいいよ、クリスマスイベントございますので、クリスマスね、もうね12月早いけどね、まあ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 楽しみましょうか。そして、まあ、24日もなんかまあいろいろあったり、24日もあるんですよねきっとね、多分あるはずです、まあ、皆様、まあ、ブログあのねツイッターなどで更新いたしますので、そうですね、皆様ご確認の方、そうですね、よろしくお願いいたします。お願いします。そしてぼっちの方はぜひ来てくださいね、ぼっちの方は、はい、ステージ終わ全部終わった後、はい、終演後、はい、私たちこっちホールここ、うん、だよね、この中で物販やりますので、よかったらぜひ来てください、ま、お願いします。お願いいたします。お願いします。ということで大変押している模様なので本当にごめんなさい、申し訳ございません。あ、次の演者さんもごめんなさい、申し訳ございません。でも私すごいステージ楽しみにしてるので、はい、頑張します。頑張しますので、はい、私たち、はい、ということでミルクミルラストの曲いきますか。どうぞ。おお、それでは皆さんご起立ください。みんな立ってるよかバンって、みん全体的に気持ちも立って、気持ちもね、気持ちも立ってるんだよ、そう立ってるんだな。はい、それでは聞いてください、恋愛ルール。願いを込めて今星を見上げるよ、もっと
物販お待ちしてます。バイバーイ。